魂は、自分の人生を自分で決めて、本当にこの世に生まれてくるのでしょうか？魂の真実を紐解いていきます。なお長編のため、分けて動画を配信します。今回はパート1となります。それではどうぞ。魂は、自分の人生を自分で決めて生まれる？宿命と運命の方程式に、鳥肌止まらない。よく言われている自分の人生を自分で決めて、この世に来てるのは本当なのだろうか？そもそも宿命と運命についての説明もいろいろと矛盾するところが多く、はっきりしていない。自分で決めてたら修行にならんよ。この世にはみんな強制的にいやいやこさせられてるのよ。だからみんな不満だらけ。まあ、霊能者やスピ系のヒーラーはこの事実から逃げ続けるだろうけどね。みんな神様が決めてるんだよ。神様はトラブルが大好きなんだよ。私たちは体罰を受けてるようなもんさ。ほいほい。それでいやいやこさせられるもんだから、参っちゃうんよ。なんとなくうつ気味も人はそれが原因でもある。マイナス思考の人もそれが原因。だからいやいやじゃないんだってそれは。自分の希望通りじゃないように思えても、そういう厳しい人生を修行の目的なんかもあって、あえて選んできてるの。みんながみんな望む通りの、何事もない幸せな人生で生まれてきてちゃ意味がないんだよ。自分の人生がいやいやだからって、そんな風にこじつけるのはダメだよ。物心つく直前くらいの、嘘がつけない小さな子供に聞いてみ、みんな親とか自分で選んで生まれてきてるって、みんな同じこと言うからね。そう思わされてるんだけどね。子供だから純粋に聞こえちゃうでしょ？それも神様がわかってて、仕組んでるんだけどね。うちは聞いてみたけど、ピンプンカンプンだったな。自分はそう思ってる派だけど、そういう親の子供だからって、みんながみんなそういう子供じゃないんだって思った。俺も親戚も息子は中間性記憶がある。雲の上からパパとママを見てて、トイギ二人が何をしてたとか言い当てた。ちなみに自分は大義の頃、遊覧しかかったらしいが、生まれるのやめようとしたんだろうか。自分では覚えてない。自分を痛めつけた方が、魂が綺麗になるという考え方がある。だから辛い修行をすればするほど、魂が浄化されて神に近くなる。辛いことは全て学びになり幸せにつながる。今辛くても何年後かには、あの時のあれがあったから、今があるんだとなる。悲惨な事故や事件虐待などで、早田死にする人たちも、実際にはあえて、その人生を選んで生まれてきてる魂なのよ。自ら犠牲になることで、周囲の人間に深い思考や反省を促し、教訓を与え、行動させ成長させる目的があって、生まれてきてる。自分で志願して生まれてるんだから、ある意味では一番尊い存在と言えるかもね。だからこそ余計にその短い人生や、他非を周囲が無駄にしてはいけないわけだけど、全員が幸福で長生きであるべきだ。なんてのは、結局は考えの浅い未熟な人間のエゴでしかないのよ。自分の人生に文句ばかり言って、恨んでるような奴は、早くその身勝手なエゴにこそ気づくべきだよ。不遇続きの人生ならば、なおさらそこから得るものは多いはずなのに、腐ってばかりではもったいない。すべては考え方次第だよ。そういう意味じゃないんだな。みんな強制的に来させられてるってことなんだよな。そこが問題なんだよな。志願というのはまさに綺麗事だよ。使命とか言う人もいるけどさ。実際はいやいや強制的にこの世に放り込まれてるよ。直前で降り気づいてこないのもいるという話なのに、生まれてきただけ勇敢なんだよ。やっぱり生まれてこなければよかったって思う。あなたみたいな人もいるようだけど。生まれてこなければ経験できないことを経験できてるんだから、ありがたいことだと思うけどね。強制ではないよ。自分で選んできてるんだよ。楽しくない毎日かもしれんが、いい加減そこは受け入れろ、認めろ。日本の少子化問題と何か関係ある？関係ない。殺人事件とかも自分で選んできたの？逃げないで答えてね。もちろんそうだよ。殺人事件とかも自分で選んできたの？あなたは今世の人生では、相当に厳しい人間関係の中に置かれることになるでしょう。下手をすれば人を殺めるか殺められるかの瀬戸際に立たされるかもしれません。そうすれば再度やり直し、あるいは、より大きなカルマを生んでしまうでしょう。それでも行きますか？石が固まるまで、今回は取りやめにすることもできますよ。それでも来た。殺めるよりは、殺められた方が埋め合わせの法則により、やり直しの機会は与えられる。問題は殺め方。理由はどうあれ、犯した罪は償わなければならない。次の人生では逆に殺められる側に回るかもしれない。つまりどんなに凄惨な事件に巻き込まれる人も、それによって依然の償いをしている可能性もある。
そうでないならば埋め合わせはされる。今世だけの狭い視点で、考えていては解けない問題なんだよ。親を上から見てるステージでは、すでに修行が始まってる世界なんよね。そこの世界が始まりと思っちゃう人は、自分で人生を選んでるように見えてしまうだろうね。実はその上にさらにステージがあって、そこで神様にどんな親を選ぶかを決めれてるんよ。洗脳されてると言った方がいいのかもしれないけど、記憶が消されるのもそのステージだね。ということは神様の一方的な押し付け。そこにこの魂としての自由意志は存在しないということで OK？ そもそも修行だからね。押し付け以外、何者でもないよねわら。自分で選んできてると思ってる人には、自分がなぜ修行したいと思ったのか。そこに至る思考は何なのかってことを、よく考えてほしいんだよね。おそらく、そこには感情があるんだと思うんだけどね。その感情とは一体何なのかってことだよね。ちなみに自由意志はあると思うよ。ただ感情は操作されてる気がするね。人間って感情の動物でしょ？感情によって行動も変わってくるよね。急にイライラしたりしたことないかい？それによって行動も変わることもあるよね。そうやって神様はこの世の人間の行動も操作してると感じるよ。神様が何のために人間の感情を操作するの？というか神様って何？神様が何のために人間の感情を操作するの？トラブルを引き起こすためでしょうね。この世の学びって、ほとんどがトラブルでしょ？というか神様って何？この世に魂を送り込んだ存在だね。では一切の感情を超越してしまったもの、何も感じなくなってしまったようなものは、もう学ぶことができないということになりますね。その時点で神様の影響の及ぶ範疇を超えてしまったということで。まさに平常心だね。精神的な苦痛、肉体的な苦痛とかなり大変だと思うけどね。地球が最近の数十年で、自殺者何億人もいると思いますが、みんな地獄にいるんですか？地獄とかなくて意外にすぐ生まれ変わってたりして、守護霊は自殺するときに、一緒に鬱になってるのかな。地獄なんて人間が自分たちの都合に合わせて考え出したもんだから、当然存在しないよ。辛すぎて落ち込んでるときだけ、スピー立ちちゃうけど、いろんなスレをぼーっと呼んで。結局は何もかも人が考えたことばかりで、信じるか信じないかは、あなた次第じゃんと我に返るの繰り返しさ。もっとハイレベルな世界に上がるために決めてくるんだろうけど、この世の性質上一寸先もわからない。人には自由意志があるから、悪人、誘惑もいるからそれに染まり、いかがしても堕落思考に走りがち。ゆえ人生に失敗して、元いたあの世のレベルのも戻れず、暗闇界に落ちるのが多いらしい。みんなこの人生で学ぶべきことなどを決めて、生まれてくるんだけど、なんせ生まれてきた後は、それを忘れてしまってるから、予定通りに行くわけがない。予想外に厳しい人生や、逆にイージーモードになりすぎで、学びがあまりない人生の人もいるはずだ。代理士、市長、弁護士、教師、公務員、医師、看護師、消防士、警察官。世のために尽くす職務なのに近年不祥事続き、自由意志があるからそれを悪用し、堕落して人生を失敗する。やはりこの世の魂修行は難しい。誘惑に負けて大きなカルマを追加してさらに厳しい人生歩む。霊感あって瞑想してるけど、思ったことが頻繁に現実に起こるんだ。これ、思考が現実化してるのか、霊感で未来を直感で予知してるのか、どっちなんだろう。思ってることを100個書いておいて、そのうち90くらい的中したら予知能力。半分ならただの偶然か現実に起きたことを後追いで分かってたと誤認してる心の病気だな。みんな神様に強制的に嫌がらせをされて、鬱になって悩んで人生を歩んでいく。だからみんな不満だらけ。自殺も結局神様がさせてるようなもんさ。エゴまみれすぎ。もっと感謝というものを持って、謙虚に生きるべきだよ。自分だけそんな都合よく幸せな人生なんてあるもんか。悩みというのは大体向こう側から来るでしょ。相手から絡まれたり、道を歩いてたら相手からぶつかってきたりとか、相手側からトラブルを引き起こされることがほとんどだと思うよ。かといって家に引きこもってると、病気になったりしてトラブルを起こそうとする。それが神様のやり方だよ。トラブルの多くは、自分の内面が引き起こすものなのに多責傾向、責任転嫁がひどすぎる。神様のせいにするのもそうだし、人格腐りすぎだろ。因果率は絶対成就する。原因悪因。善人より結果、悪化、善化、蒔いた種は自ら収穫する。因果を追う、この世の性質上いつ成就するかわからん。だから悪人でも悪化が来るまで、
いい思いするかもしれん。しかし、いつかは報いを喰らい嘆き悲しむ。善人の場合はその逆パターン。このことを頭に入れて行いは慎重に。残念だが魂の感情を揺すぶって行動させてるのは全部神様だよ。神様は行動を起こすことも、全部見通して魂の感情を操作するよ。でも責任は全部その魂が持たなくてはいけないという非常な采配だ。神様とはそれほどまでにすごい存在なんだよ。そもそも自分で選んでるようでは、修行にはならんよ。そのために記憶を消されるんだろう。別世界から眺めることと経験することは、全く別物だからね。三次元世界を経験することがそもそも修行。生まれてくる子供が両親を、見下ろしてたなんて話をしてる時点で、その子供は不自然なことをしているわけだよ。自分でテーマを決めるんだよ。残念だが全部神様が決めてるよ。それも記憶で消されてしまうがね。未熟な魂は人生を選べなくて、神様だかハイヤーセルフだか、何かそんな存在に人生の課題を決めてもらうんじゃなかったか。もうちょっと成長した魂は、自分で選べる。植え付けさせられて性格、人格、価値観を作られてしまう。もうちょっと成長した魂は、自分で選べる。その強制的に植え付けさせられた性格、人格、価値観で選ぶ人生だから。結局は神様が人生を決めてるようなもんになってしまうがね。つまり人間なんてものは、敷かれたレールの上を、いやいや走っているだけのつまらない生き物、こんな世界生まれてくるんじゃなかった。こう言いたいんですね。わかります。そうだね。ある霊感占い師の言う、家計の因縁を解消するために、今の家計を選んだのが、本当ならそろそろ解決予定。私一人の力でなく姉妹が引き受けてくれたから。私の人生ってこれだけのためだったのね。希少精神の毒両親、貧乏、精神中二病近親相関もどき実刑。よく選んだものだわ。アホらしい人生。もし自分で人生を選んでるのならば、その全員が人生を選んでるということになってしまうからな。しかも分かってたのならばそもそも、学びにはならんしな。記憶を消して分かってるようなことをするって意味不明だしな。上でも分かってることと体験することは、別次元だと言っているだろう。息を止めて手足を動かせば、泳げるということが分かっているのと、実際に泳げるかは全く別な話。何でも鍛えるためには、行動しないとならないんだよ。能力あるけど自分の思考さえも、ふと浮かんできてそれが現実になる。自分で考えてるように思うけど、思考さえも背後の方や潜在意識によって、コントロールされてる気がする。その思い浮かんだ思考で、無自覚に人は行動するから、ほぼ必然に運命は決まってる気がする。飛行機ジーコもなぜその飛行機に乗ろうとしたのか。その思考からすでに操られていて、必然的にことが起こる。この世に偶然はない。人にはほぼ自由意志などない。と思う。心臓が勝手に動くように、自然に呼吸してしまうように、思考や想像さえも勝手に思い浮かぶ。そしてそれを自分の意志として行動してしまう。そうやって霊界側は人をコントロールし、カルマの出会いや縁や運命を導いていく。と思う。ではあなたは誰なのでしょうか？全てが操られているなら、あなたが存在する意味は何なのでしょうか？存在する意味は、多分この操られてる存在の中に入ることで、この人生を体験させられてることに、意味があるんだと思う。それが苦しい辛い経験だとしても、それを体験することが目的なんだろう。だから誰も運命には逆らえない。決められた運命をちゃんと体験しきることに意味があるんじゃなかろうか。人生において全て体験なら何でも良くなっちゃう。世界戦争もありになっちゃう。まあ人間のこういう世界を体験と考えたら楽にはなる。平等のない世界。争いの世界。人生辛い嫌なことばかりじゃないよ。今の人生で良いことしたら、次の人生では良い出来事として帰ってくる。今辛いことがあるとしても、前世で自分が良くないことしたと思えばしょうがないか、と思える。それにそれを乗り越えることをカルマを燃やす。と言ってチャラになるんでしょ？人生頑張る甲斐はある。神様はとっても慈悲深いよ。と言っても、輪廻転生を信じられるかに、かかってるけどね。まあソロミューというチャネリング本には、こう書いてある。もしある人が寺院の奥の部屋に鍵をかけて閉じこもり続けていても、出会いの運命を決めて生まれてきているのなら、そのドアを誰かがノックして、扉を開けてそこから関係が生まれるものだ。と。つまりどんなに自分が望まないようにしても、決めて生まれてきた運命には、逆らえないということ。必ずそのよう導かれてしまうと。つまり、
運命で決められてきたことは、必ず起きるんだけど、そのことにどう対処するかは、その人が全く自由に思い、行動できる。自分の人生、良いものにするか、悪いものにするかは、あなた次第。それを神様は見守っておられる。それだと運命に従って行動するわけだから、自由ではないと思うよ。結局運命に沿うように修正させられるっていうことなんだから。運命に対処するのも、運命に従って行動してると言ってるの？それが運命に沿うように修正させられてる？そもそも論だけど、運命は自分が前世で取った行動を他死後、霊界で顧みて決めてきてるもの。自分で決めてるから、すべては自分の自由意志によると理解してる。また補足。人生の具体的な出来事まで神様は決めない。ただ輪廻転生の仕組みというか、ルールだけ決められた。と理解してる。他死後、霊界、霊死できる宇宙で、直前の人生を振り返る。具体的に言うと自分が相対した相手を生きる。そうするとまさに、相手の気持ちがわかる。それを踏まえて自分で次の人生の設計図を作る。何百年か経ってくるとそろそろ次の人生を始めたくなる。設計図というか次の人生の運命を生きるのに、ふさわしい国、両親となる男女に狙いを定めて、この世、地球上に生まれてくる。スピリチュアル界でいう刈り取りは、運命のあらかじめ起きるように設定した事柄が、起こるということでしょう。仏教の因果応報もこのことでしょう。人生は輪廻転生は霊の自己研鑽ですよ。善悪もあるし公正ではない世界だけど、そこから善に行けってことなんだろうな。より公義の世界に悪人を送るわけにはいかんから、善を愛と言い換えてもいいけど、地球はそのために変化に富んでる。勢力入り乱れてる。まあ次元の低い惑星なんだろうな。宗教で語られていることは、ある程度の指針なんだよな。ただなんで生まれてきたのか、悟った人間には当たり前のことだ。正しいことをしなければいけないと自然に思う。だんだ。地球は次元が低いと言うけれど、自然を見ると、星空を見ると、この世は美しいと思うよ。どっちにしろ結局全部決まってるってことでしょ？物事には周期がある。今は、あちらの世界から、程度の低い霊魂は、わんさか誕生してきてるんだろうか。俺俺詐欺野郎とか半グレ等の多いこと呆れるね。ただでさえ低い魂なのにさらに悪事をせっせと積み上げて。笑い。カルマの返済に誕生したはずなのに、浮世に流されて堕落。ああはなりたくないもんだね。全部自分で決めて成長するのに、最適な人生を生きてるなら、人に何か予言したり、真理を説こうとしても、全く無駄なんだろうかね。たまにそういうトロい感を感じる。わからない奴には所詮何言っても無駄なんだって。本当にそうなのだろうか？まあ教えてわかるくらいなら、わざわざ地球で経験する必要もないだろうし、ヒントは至るところにある。最近ではネットに答えがほぼ書いてある。しかしそれを信じるかどうかは、本人次第なんだよな。もう目の前で奇跡が起こっても信じない。奇跡はいつも起きている。じゃあ私は生まれる前から嫌がらせに遭っている。生まれてきても嫌がらせ。何も変わらないわー。時期が来ていない人には何をしても響かないよ。ほんとそれってあるよね。最近いろいろと身内絡みのことで、辛い経験して悟ったことだけど、やはり物事というのは時期が来たら、自然に動くもんであって、そこの領域を超えて人間が、無理やりどうかそうとしても動きはしないし、ろくな結果も出ない。人が小さな悟りを得て成長するにも、やはり必要な経験を経ての、適切な時期というものがある。その段階に来てない人には無理なことだし、どんなに生き方の指南本を読み漁ろうと、本物の身にはならない。気づきを得るためには、心の目が開いてないといけないが、生まれたての赤子のように、開かない目のまま生きてるような人に、真実や真理をいくら解いても豚に侵入、馬の耳に念仏となるだけだ。他人からの嫌がらせには、どう対処すればいいのだろうかね？そのまま受け流す？受け入れる？抵抗する？どれが正解なのだろうね。よくある試練に対応しないと、また同じ試練が訪れるというが、これも結局は決められてるということなんだろうかね。身と口とい心の行いにおいて、なるべく、煩悩むさぼり怒り無知にとらわれずに、感情的ではなく理性的に対処するのがいいかも。煩悩に汚染された行いというのは、悪用になってしまい、後肉として自分に返ってくるので、一番いいのは嫌がらせしてくる相手となるべく距離を置いたり、受け流すのがいいと思う。ブッダも、もしも正しい生活している賢明なとも得るならば共に歩め、それで一切の困難を克服して、心にかなう気づきある生活ができる。
もしも正しい生活している賢明なとも得られないならば、征服した王国を捨てる王のように、臨中の像のように一人歩め。愚か者と付き合うよりは、一人歩む方が良い。臨中の像のように悪をすることなく、求めること少なく一人歩めと言ってるしね。愚か者と無理に付き合っても、いいことはないということ。なんだ。仏教のことは知らないけど常識的だし、素直に肯定できるね。私は今主にしたいなぁと聖書を読み始めたばかりで少ししか引用、語れないけど、すべては神が裁いてくださるよ。神が裁いてくださるって抽象的なこと書いても、解決にならないね。どんな嫌がらせか、あなたがどういう状況に置かれてるか具体的にわかんないから一概に答えられないけど、神様はあなたが善処すると喜ばれると思う。例えば、嫌がらせしてくる人と対話して、こういうことは良くないと言って改心させるとか、実害とその証拠があるなら、警察に届け出るのも、正当なこと。許しが重要とばかり許してばかりいても、その人がまた罪を重ねるのを手伝う羽目になるし、これこそ自分で考えることでは、何がベストか、どう行動するのが良いのか、これを成し遂げたら、達成感という良い報いがあるよ。なんかだんだん考えてたら、イライラしてきたわ。正直当時は怒鳴ってやろうかと思ったんだが、通り起これなかった弱い自分にイライラして、いつまでも囚われてるんでしょ。怒鳴れば強いのか。ああ、私も加害がひどかった頃、家の中でだけだけど、遠慮なく絶叫してたよ。近所も聞こえてたと思うけど、通報はなかったなあ。わら、なんせ2年間寝られなかったから、横になるとテクノロジーで体揺さぶられてたから、付きまとい、嫌がらせも、タイミングが絶妙でしょ。考えてることわかってるから、イライラさせやすいみたい。怒るのは当然だよ。被害者同士繋がろうとすると、仲たがいさせることもできるらしいし、私も実際体験した。誰か親身になって話できる人がいるといいんだけどね。正当な文句なら言っていいんだよ。こういうのにとらわれずに、自分のペースで行けばいい。だってあなたも神様が作ってくれた大切な霊の宿った生きた人間。神様から与えられた人生。丁寧に生き切りましょう。子供がひどい虐待やいじめを受けるのも、天界で神様と相談して本人が決めてきたの？もしそれが本当でも神様が慈悲の存在であるなら、せめて本人が大人に成長するまで待って、精神的に体制がついてから魂の修行なり、カルマの清算なり、始めればいいと思うんだけど、まだ人格が形成されてない幼い頃に、理不尽な暴力にさらされたら魂の成長どころか、トラウマで性格歪むだけでしょ。貧富の差はあってもいいけど、せめて子供時代くらいは、全員幸せな夢を見させてあげるべきじゃないの？どうして神様は成人してからじゃなく、物心つかない小さな子供の頃から、命が危うくなるほどの過酷な運命を背負わせるの？仏教的には全てカルマ。過去生から積んできた善悪の業の結果ですね。神様が決めるという概念はないですね。仏教では神様天部も因果の道理に、囚われた不完全な存在として位置づけられてます。神様も寿命を迎えれば、人間界にも地獄界にも行きます。そして苦を受けます。全員幸せであるべきだというのは、未熟な人間側のエゴ。それじゃ成長しないんだよ、残念ながら。あと神様が負わせてるわけじゃないから。人類全員平等で幸せなんて、お花畑なことがあるわけない。この世はそもそもが不平等で、不条理なことも多々あるのが基本なのに、そこも悟れずに、何言ってんだとしか思えない未熟な、お花畑脳の人が結構いるよね。子供の頃に理不尽な思いをする人は、周囲の人々に学びを与えるために、やってきた徳の高い魂なのではないか。それはあるでしょうね。それを分かっている存在からの、妨害や敵対行為の可能性も捨てきれません。カルマの結果も現れるタイミングは今生中に現れるパターン。来世に現れるパターン、それ以降に現れるパターンがあって、良いこと、悪いことをしたからといって、その結果が今生中にすぐ現れるとは限らないそうです。一説によると、カルマの結果の現れ方は、現世、弱い、来世、強い、二番目も来世、非常に強い、三番目も来世、非常に強い、四番目も来世、非常に強い、五番目も来世、弱い、六番目も来世、磨く、となるらしいので、気長に見ていく必要があるようです。まあいずれにしても、良いことを心がけ悪いことをせずに生きるのがいいには変わりないと思います。愚痴みたく聞こえるかもしれないけど、例えば自分のことを信じてくれて、大切に思ってくれる人と、
自分も異なる眼中にない人とは、どっちを大切にしたい？どっちの人生を幸せにしてあげたい？神も同じなんじゃないの？なんで神は守護霊を信じて感謝して、大切に思ってる人間が、童貞でバイトで報われなくて、神も守護霊も考えたことすらないような人が結婚できて、正社員で報われて幸せになるんだ。神が人間を作ったんじゃないの？世の中には正社員になってしまったゆえに、自分の時間が持てず、結婚したものの、すれ違いから、離婚してしまう人など山ほどいます。あなたはその境遇にあるから、不幸なのではなく、自分で勝手に、自分を惨めに思い、自分で不幸だと、決めつけているだけなんです。お願いすれば何でも叶えてくれるようなものは、神様などではありません。まです。もっと言えば、あなたが信じ、感謝しているという、その言葉の裏側には見返りを求める気持ちがにじみ出ています。こんなに思っているのに何にもしてくれない。はっきり言います。何かをするのは、神様でも守護霊でもなく、あなた自身だということを教えてもらえているんです。まあ、あなたの言ってることが全てだよね。ほとんど補足する必要かないくらいに、しっかり言ってくれてる。ずっと張り付いて恨み言吐いてる。童貞バイト君は、人生がうまくいかない原因を、神のせいにしすぎ。それも神を信じて感謝してるんだから、相応の見返りがあって良いはずだと。しかしそれが叶わないからと、恨みつらみを吐きっぱなし。そもそもが、強欲傲慢なところに自分で気づいてない。おそらく挫折や失敗するのは、絶対嫌で怖がってて、自分では何もせず棚ぼたを待つしか能のない。極度の受け身ゆとり世代なんだろうけど、根本的に未熟すぎて、今のところ救いようのない感じだな。とりあえずこんな板からは、離れてどんどん外に出なよ。ここは魂の物心というか、悟り度合いが一定以上じゃない人にはある意味、危険な板なんだよ。童貞バイト男がスピータに張り付いて、神はひどいと恨みごと吐き続けてる時点で異常なことだし。成人は結婚して正社員で働いてることで、立派な社会人として人々から認められるんだ。童貞でバイトというだけで、人々から軽蔑と嘲笑の対象になる。一人前の男として認めてもらえない。この劣等感とコンプレックスがどれほど辛いものか。だから人はみんな童貞を捨てたがるし、結婚して正社員になって、立派な人間として認められたい。自分は真理を探求して、精神世界に生きてきたつもりだったが、社会もの底辺ということにふと気づいたとき、虚しさと絶望感を感じてしまった。いくら精神性を高くしたところで、所詮は底辺だし、肩書きもないし、つまり誰にも認められない。人に職を聞かれれば、恥ずかしい思いしかしないし、結婚してるか聞かれたらコンプレックスしかない。そしてふと気づいたんだ。もしかして現実逃避の手段で、精神世界に逃げてるだけだったんじゃないかって。本人が幸せなら、ホームレスだっていいだろうけど、普通は人の目を気にするだろう。童貞バイトでも別に生きていけるけど、人の目が気になるんだやっぱ。あなたは自分で勝手に絵に描いたような立派な職業や結婚といった幻想にとらわれ、こだわりすぎて、自分でわざわざ選択肢を、ひどく狭めてしまってるよね。自分の中でこういうコースで、立派な肩書きの職業じゃないとダメっていう、ガチガチの決めつけがあって、その理想があまりに現実離れしすぎ、高望みをしすぎてる。もう少し下の中間というのはダメで、だったらバイトの方がマシだと、無意識に選んじゃってるんでしょう。もう少し柔軟性のある考え方ができてるなら、派遣やバイトから大手に潜り込んで、正社員になるとか、いっそのこと起用して、自分が社長になるなんて方法もあるわけだけど、いずれも拒否となると、結局あなたの内面に一番の問題があるってことなんだよ。極度の決めつけ、こだわりというのは、それだけでも立派な病気や障害ということになる。この手の一般的なコースに乗れず、恋愛も無理というタイプは、アスペルガー、現在では ASD など、コミュ症系の発達障害が大元にあることが多い。まずは診断と治療を受けて、等身大の自分を知る過程というのも大事だと思うよ。高望みなんてしてない。エリートなんて夢のようなものでそんな理想はない。ホワイトカラーの職業も自分には専門なので、今まで工場とか倉庫で働いてきた。普通にスーツ着て働いてる人たちがいる中、なんで自分はこんな、美人と付き合いたいなんて思ってない。普通の容姿でいい。自分のこと好きでいてくれたら、でもそんな人は一度も現れなかったし、自分から行く勇気もない。多分原因は自分もこの引っ込み思案で、内向的で臆病な性格にあるんだと思う。この性格が社会的に自分の人生を切り開く強さがないんだと思う。その結果がこれなんだと思う。
だから嫌いだった自分のことが、普通の性格になりたかった。そしたら普通の人生が遅れた。もし人生を自分で選んで生まれてきたのなら、童貞バイトという人生を、あえて選んで生まれてきたわけだな。普通の人が幸せな結婚と、正社員としての希望の人生を選ぶ中、アホな俺は、30にして童貞バイト、日課暮らし、弟精神病というクソみたいな、恥ずかしい人生を選んできたわけか。生まれてくる前の俺を、ぶん殴ってても、変更させるべきだった。性格もおとなしく、取り柄もないし友達もいない、普通の人生が送りたかったな。普通に彼女とかできて、普通に大学行って、普通に就職して普通に結婚して、普通に出世して、普通に友達できて、普通に花見とかバーベキュー友人として、普通に遊園地とか行って、普通に子供生まれて普通に家庭持って、そういう普通に生まれた人が、普通に経験する普通の人生を普通に生きたかった。なんで俺だけこんな、なんだ、何も経験してないぞ。何一つ経験しない人生を選んで生まれたのか。じゃあ何のために生まれてきたんだよ。何のための人生だ。コンプレックスで苦しむことで、カルマを生産する人生か。そのために恥ずかしい人生を選んで生まれてきたのか。クソ野郎。一応わかるけど、これが不幸だというのは、あなたが勝手に、感じて決めつけてることでもあるよ。おそらく正社員既婚の人たちとは、接点もなくて、愚痴を直接聞かされるという経験もなく、勝手に凝り固まった幻想の中だけで、生きてるんでは？ネット以外で実際に、軽蔑と嘲笑の的になったこともないんじゃないの？そしてふと気づいたんだ。もしかして現実逃避の手段で精神世界に逃げてるだけだったんじゃないかって。そこに気づいただけでもよかったんじゃないの？ 30 前なら、それなりの思考力も経験も身についてるはずだし、その年齢に来ないと悟れない部分ってのもあるよね。絵に描いたようなのと、違う辛い人生を歩んできたのなら、今後は同じ境遇で、苦しんでる人たちと手を取り合って立ち上がるとか、這い上がるきっかけがつかめなくて、困ってる引きこもり、ニートの人たちを支援するとか、何か人のためになる、人に感謝される道に生かすということもできるはず。有名大手企業の正社員というのとは、違うかもしれないけど、30で何のスキルにもならないバイトと比べたら、よほど立派で尊敬され、感謝もされる仕事になるのでは？不幸や幸せはそれぞれの価値観というのはわかってる。でも世間一般で言われる幸せというものがあるだろう。結婚は幸せで未婚は独身は不幸。正社員は幸せでバイトや派遣は不幸。イケメン美人は幸せでブサイクは不幸。これは自分の勝手な決めつけじゃなくて、世間で言われてる幸せの基準なんだ。だから今自分が生きれてることに感謝すれば、それで幸福なんだろうけど、そういうことじゃない。世間的に幸せと言われてるものを何一つ持ってないことに気づいたんだ。精神世界で心が満たされてるはずだったのに、ある悲しみによって現実に目を向けたとき、何一つ現実的に幸せと言われることを経験してないことに気づいた。そして絶望したんだ。なんで俺だけこんな、なんだ？俺だけではない。同じような人は大勢いるし、もっとはるかにひどい境遇で、辛い思いをしてる人も大勢いる。あなたは自分のことしか頭にない、エゴと怨嗟の塊だから、周りが見えなくなってるだけ。もっと大勢の人とコミュニケーションをとって世の中を広く知りなさい。30手前でこれでは、小中学生と変わらないくらいに考え方が幼いよ。この人はスピータではなく、メンヘル板に行くのが適当だろうね。何も経験してないぞ。上で書いたこと以外の経験は、いっぱいしてるはずだぞ。365日30年も寝て、夢見てたわけじゃないよな。コンプレックスで苦しむことで、カルマを生産する人生か？カルマとかのスピ発想からは、とりあえず離れなさい。あなたはそれ以前の問題だからね。普通に彼女とかできて、普通に大学行って、普通に就職して、普通に結婚して、普通に出世して、普通に友達できて、普通に花見とかバーベキュー友人として、普通に遊園地とか行って、普通に子供生まれて普通に家庭持って、そういう普通に生まれた人が普通に経験する普通の人生を普通に生きたかった。どれもこれも全部、普通という名の幻想なんだけどね。それらのことができてても、幸せじゃないという人は大勢いる。それが本当の綺麗じゃない現実。それにどれも節目節目でそっち側のレールに乗るきっかけや、機会はあったはずなんだよ。しかしあなたは何らかの理由で、ことごとく拒否し、レールに乗らないという選択をして、自分が楽な方を常に取ってきたはず。具体的にはチャラいのは嫌だとか、自信がないとか、失敗して傷つくのを恐れたとか、内心じゃ馬鹿にしてたとかね。
それらの真の理由からも、目をそらし続けた結果が、今の自分ってこと。挙句に神様のせいにするだなんて最悪だろう。こんな男がまともにモテるわけがない。言葉は厳しいけど相手のためのレスだね。ほぼ同意見だ。大丈夫だよ。あなたは変われる。ここに書いたことによって、気づくことがあると思う。30までバイトでいた理由があったのでは？愛するものがあれば嫌な思いしても、正社員になる努力をして本気で働いただろうし、恋愛で傷つくことから逃げていれば、心から求める恋人はできない。いつも起こる嫌な物事から逃げていても、必ず同じ嫌なことで悩むのだから、一度他日抜きで嫌なこととぶつかればいいよ。自分が変われば世界は変わるよ、頑張って。何のために生まれてきたか。この疑問にたどり着けたところから、すべてが始まります。あなたとは何か？この世とは何か？あの世とは何か？生とは何か？他人は何か？守護する者たち、先導する者たちの声に耳を澄ましなさい。上辺の惨事など彼らには響きません。世間の声など当てにならないものです。あなたはあなた。人は人。言いたい人には言わせておけばよいのです。笑われ、虐げられ、蔑まれそれでもなお、道を求める心の奥底からの声のみが彼らを動かします。それをずっと探してきた人生だった。だからスピリチュアル精神世界にハマった。宗教にもハマった。でも今ふと現実を直視すると、スピリチュアルで平和になった心が、かき乱されそうになる。スピリチュアルにハマったのは、現実から逃げてただけじゃないかって。あなたがハマったと言われるスピリチュアルや、精神世界や宗教が、どの程度のものかわかりませんが、本来のスピリチュアリズム、霊的真理の普及と言われるものは実践哲学です。それは現実逃避のために用いるものではなく、自己実現のために用いるべきものです。その自己実現とは魂の本来の目的の成就です。それは人により様々なわけですが、一つ確実に言えることは、魂の欠点の克服です。決して世間一般の価値観で言われるような、幸せを得て満足するために用いるといった、次元の低いことを言っているのではありません。そのような見せかけの幸せを求めることばかりに心を奪われて、肝心の目的をすっかり忘れてしまっている。そんな人たちを羨ましがるのですか？私もこれまでひどい環境の中で、少しでも自分の関わる環境を改善しようと努めてきました。世間様に自慢できるような額も、財産もありませんが、生かされていることに、感謝をさせられるような出会いにこと欠きません。自分がその場にいることで、周りの負担が軽減される。それだけであなたがそこにいる意味はあるのです。人と比べることに意味はありません。そんなことよりもあなたがその場にいる意味、それを考え、感じてください。あなたにしかできないことがあるはずです。境遇を変えたければ、まずあなた自身が変わることです。良いと思うことを遠慮せずやってみることです。そうやってたらればで自分を責める。物事を悪い方に捉える。その弱さを克服するために危険を冒してまで、生まれてきたことを思い出してください。人並みの幸せなどというものは、存在しません。憩いの場は確かに必要です。が、それを目的にしてしまっては、本末転倒ですよ。苦が多い人生の方が学びが、大きいのは間違いない。順調な時は何も気づかない。イケメン金持ちに生まれても、違う苦悩があるだろう。環境なんて本当はどうでもいいんだよ。自分が変われば、そこに気づいてほしい。マトリックスから引用すれば、スプーンを曲げるんじゃない、自分が曲がるんだ。イケメン金持ちだろうが、貧乏不細工だろうが、幸せは脳内物質が分泌されやすいかどうかだな。ちょっとしたことでドーパミンとかが、出やすかったら幸福だろう。逆に出づらかったらどんな環境でもスコウ。植物人間でもドーパミン出てれば、幸せとかそういうことじゃないんだよ。金持ちが国を持てないから幸せ感じてないとかそういうことじゃないんだよ。個人個人も幸福感の話じゃないんだよ。世間一般で言われてる幸せも基準に達してないことの劣等感に苦しんでるんだよ。それだけの話なんだよ。この劣等感をどうしたら、解消できか教えてほしいんだよ。もう現実で成功することは無理だよ。宗教やスピリチュアルで専門して、ごまかしてきたけどもう無理だよ。現実見たら、ただの何一つ手に入れてないゴミがただここにいるだけ。精神世界も探求か？それは現実逃避じゃないのか。生きてることが幸せか。住むところある食べるものもある。それが幸せ感謝しろという。そんなもん働きもしない虫や動物さえ与えられてるんだよ。
動きもしない草木さえ、住む場所も食べ物も与えられ生きれてるんだよ。草木や動物さえ住む場所あり、食べ物あり結婚し子作りできるのに、なんで人間も俺は、なんなんだろうな。神は俺に子孫繁栄のための人生じゃなくて、真理探求のための人生を送るようにと、いい方に考えてた。ごまかしだよスピリチュアル的な。だから三流でバイトで独身で、社会的私生活で苦労しないように、実家暮らしで、遊ぶ金だけバイトで稼いでればいい人生で、あとか好きなスピリチュアルに癒されて、スピリチュアル本読んだりして、神や守護霊や霊界に思いを馳せて、いい人生だな多いって思っていたよ。でもふと現実を直視した時、ただのクズが今ここにあるだけだった。気づきが起こった。覚醒も気づきではなくクズだという気づきが、スレ汚してすまんな。せっかくいい流れで、米多かったスレなのに、俺もこんなクズの嘆きのせいで、スレが止まっちゃったな。別に気にせずスレたいもらないで話していいぞ。俺も米も読む必要ない。なんか仕切ったこと言ってるな。どんだけ偉そうなんだよ。みんなは現実も充実しながら、スピリチュアルも探求してるんだろうな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。